コちゃんが登場し、グループ学習を続けます。みんなの理事会運営7の2個別のテーマ、グループ学習4、基地官、基長官による評価とメタ認知、何々でどうですか、それ聞いたことあるね、私もそれ聞いたことあるよ、みんながそう言うならみんなと同じ、こういうようなこの話し方で、この会議が決まっていくといったようなことはよくあるかもしれません。しかしこれではしっかりしたこのグループ学習ができたというふうにはいかない、言えないと思います。他の考え方があるかも。メタ認知、まさにメタ認知そのものであります。あれというふうに見ている人がいる。次のシーン、あれと見てた人も含んで、3人がこの別の方向に行こうとしています。この人たちはお任せメンタリティ、前例踏襲主義、指示待ち主義、責任回避主義といったような、比較的このしっかりと考えようとしない人たち、こちらの方はなんとかこの新しい事態に新しい方法で対応しようとしている人たち、この早稲田大学の比嘉野教授が、権限のないリーダーシップ、こういった人たちが今からこの新しい方法で取り組もうとした場合に、企業の場合はこれはトップあるいは取締役等においては権限があるわけですけれども、管理組合の役員にとっては何の権限もありませんということで、しかしながら権限がない人たちであっても少なくとも3つのことがしっかり踏まえて行われればリーダーシップは発揮できるというふうに、権限のないリーダーシップというふうにこの比嘉野先生は述べておられます。一つ、目的共有が行われる。そして、二つ目、率先垂範して行動がされる。で、三、同僚が支援されるということで、この簡単に3つのことなので、なんとかリーダーシップは発揮される、言い切っておられます。このことは前に既に述べたところでありますけれども、今回のグループ学習においてもやはり同じようなこのテーマが出てまいります。さて、この人たちはリーダーではなくて、リーダーに従うフォロワーというふうに言われると思います。このフォロワー、お任せマインドの人は大脳の前頭葉が機能していない状態であるというふうに、茂木健一郎さんは、大脳生理学者の茂木健一郎さんがおっしゃっています。逆にこのリーダーという人がいれば、そのリーダーは大脳前頭葉がフル活動している、そしてこうしてフォロワーは大脳前頭葉が機能していない状態というふうに大脳学者がはっきりと言っています。やはり、マンションの役になったらやはりこの大脳前頭葉をフル活動させて、できれば権限がないけれどもリーダーになっていきたい、リーダーを目指している人たち、今までの通りで、この簡単に済ませようとしている人たちで、動機づけこの権限のないリーダーを実行する人たちは自分自身に動機づけしていく必要があります。動機づけ、やる気、意欲、
動機づけにもこのいろいろレベルがありまして、1,2,3,4 と、レベルがあります、自己決定の強さだんだんと強くなっていきます、外的調整、取り入れ的調整、同一的調整、内発的動機づけ。さてそれぞれどういうものでしょうか。この外的な調整というものを見ていきます。最もこの自己決定度が低いもので、ありまして、個人的な動機づけの内容としては他の人から働きかけられたことによって、自分の動機づけができたと、このグループの場合ですも場合についても他者からの働きかけによって仲間と調動的に学ぶことにしたと、こういう場合ですね、次に取り入れ的調整、これよりは少し、レベルの高いこの自己決定度、学ばなければならないからという気づきでもって、動機づけ、した場合、そして自分の自尊心を維持するためや心配や不安を低減するなどの消極的な理由から仲間と学ぶことにしたと、こういった場合、そして、2番目、同一化的調整、これは学ぶことが重要だと思ったからという個人的な動機づけ、集団グループの場合は仲間との共同的な学習が必要だと思ったから、1、最も高い自己決定度、最も強い動機づけ、内発的動機づけ、個人的な場合、学ぶことに興味があり楽しいから、グループの場合、仲間との共同的な学習に興味があり楽しいから、最も高い自己決定度の動機づけ、最も強い動機づけというのは自ら学ぶことがこの楽しい、興味があるといったことで、自らが自らの動機づけをしている、この場合が一番高い自己決定度があり、この動機づけの中では最も強いものであるというふうに言われます。だって社会的動機づけというのがあって、この他の人から動機づけされる場合にもさまざまなものがある、ということで、そのここで、全体的に、見てみましょう。他の人から触発されて、動機づけされたと、グループメンバーに触発されて学ぼうとする、次に他者援助動機づけ、他者援助動機、メンバーを助けたいからという動機、そしてメンバーからの非評価動機、この非というのは非選挙権、あるいは非保険者といったような意味の使い方の非でありまして、メンバーから評価されたいからという動機、それからメンバーからの非嫌悪回避動機、この同じ非の使い方ですけども、嫌悪、嫌われるのをたくないから、メンバーから嫌われたくないから、そういう動機、それからグループに対する非評価動機、グループ全体として評価されたいから、他者からの知識影響に対する動機、新しい知識を得たいから、まあこういったさまざまな社会的な動機づけが行われる。で、社会的スキル、上手な人付き合いの仕方のこと、グループディスカッションを進めていく上でこの社会的スキルというものが欠かせない個人的な要因になっているということが言えます。まあこういった社会的スキルという土俵の上で、そのテーブルの中でそれぞれの社会的動機づけというものが生まれてくる。この1から4まで動機づけの
程度の低いもの、時刻程度の高いものがございました。ではこの1番と2番の比較的時刻程度の高い動機づけをする人たちが多いグループの場合は、どういうグループディスカッションの成果としてどういう形のものになるかというと、自己決定度が高い動機づけがメンバーにおいて優勢であるならということで、メンバーがこの1と2の人たちが多い場合、グループディスカッションを通じて得られる成果も豊かで実りあるものとなる可能性が大きい。1と2メンバーの多くの人が1と2であれば、成果が豊かなもの、実りあるものとすると3と4の場合はどうか。これはもうこれの逆でありまして、容易に推定できることでありますけれども、まあ、一応読んでますと、自己決定度が低い動機づけがメンバーにおいて優勢であるなら、すなわち3と4がメンバーとして多数を占めるならば、グループディスカッションを通じて得られる成果も乏しいものとなる可能性が大きい。社会的スキル、そして、他者からの触発による動機づけというものがあって、これらがしっかりとあるときに、みんなは参加者はグループディスカッションの参加者はこの他の人が言ってる意見にしっかりと聞いている、傾聴している、という状況が生まれます。それでは社会的スキルがしっかりとみんなにあって、そして動機づけもしっかりされている、この場合は当然傾聴がしっかりと働く。そしてもう一つ、動機づけがしっかりされている、で社会的スキルはメンバーはさほどではないといった場合でも傾聴がしっかりとされるということが、この、このグループディスカッションという書物で、この心理学的な実験によって検証されているというふうに発表されております。このグループディスカッションの雰囲気、メンバー同士のやる気とやる気がせめぎ合い、深いハーモニーが生まれる場、まあこの言葉が非常に装飾的な言葉になっておりますけれども、要するに、このやる気やる気がこうそれぞれ活発に飛び交う、そういったグループディスカッションが理想の状況というふうなことが示されているんです。動機づけの社会的伝染と言います。まあ伝染というのはこの今コロナ禍のにおいてはあまりこのいい言葉ではないんですけども、この場合意欲は伝染する、やる気なしといったことも伝染するということで、まずいい方から見てますと、意欲のあるグループがいる、そうすると、これは歯車が噛み合って別のグループにも意欲が伝わっていく、そしてさらにまたそこから別のグループに意欲が伝わっていくといったことで、このポジティブな関係がこう伝染していく、そして結果としては、成果アウトカムが得られる。一方この反対にやる気のないというものも伝染してしまう、このネガティブなやる気なしというものが他のグループにも伝染して、そしてさらにそれから他のグループに伝染する、やる気なしのネガティブな伝染がこの行われるとグループ全体で、雑談で終わってしまうということで、ポジティブな意欲の伝染が望ましいわけであります。このチャレンジングな課題の重要性ということで、個人レベルの話で、この T イコール M かける P かける I というこの一つの公式が示されています。アトキンソンの公式というそうですけども、T 課題に向かう達成動機づけの強さ、まあ、T が大きいほどいいということになります。個人としての達成動機の強さ、ここではこの
それぞれの個人を比較する場合ですとこれに数値を入れることになりますが、ここではとりあえず1として考えていくことにいたします。主観的な成功の確率、要するに、ある人が自分でこのテーマ、この課題については成功する度合いがどのぐらいあるだろうかと、非常に難しい場合は成功する度合いが低い、そして非常に簡単なものは成功の度合いが確率が高いということになります。そして、成功したいという魅力、価値がどのぐらいあるかということが I とした場合に、この P と I に関連がありまして、 P と I を足したものが全部で1というか、パーセントで言えば100というこの式が別に出てくる、関係式がある。この場合においてこの具体的に数字を当てはめてみますと、 P が 50% の時、I は1とありますけど、パーセントで100、100から50引いて50、そうすると P×I はこの50% ですから、0.5 かけるの 0.5 イコール 0.25 と、100分率全体にすると25になる。これが今度は P が30の時は I は1から30で、70になる。そうすると P×I は 0.3 と 0.7 かけて 0.21 という値になりまして、これと比べた時にこれが大きい。これ逆に P が70で I が30の時も同じ値になります。で、いろんな数字を当てはめてみれば分かるわけですけど、50の時が一番値が大きい、つまり課題に向かう達成動機の動機づけの強さが一番大きいということで、これをこういった式でやってみるといかにも複雑そうですけども、言葉に直すとすごく簡単な話で、人は成功できるかどうかが五分五分の適度な難しさの課題の時に最もやってみようという動機が高いということを示す式であります。個人レベル、グループディスカッションにおける5つの自己調整。自己調整とは、学習者がメタ認知、動機づけ、行動において自分の学習の進め方に能動的に関与しているということ。メタ認知と動機づけと行動についてはこの先にすでに申し上げました。3要素、動機づけの自己調整、グループディスカッションの場における動機づけの自己調整の内容、さて1から順に見てみましょう。積極的に交流する、つまり他者と積極的に交わる、関わることでやる気を増進させる。2、課題価値を高める、学習課題の価値を高めることでやる気を増進させる。義務感を高揚する、義務感を高めることでやる気を増進させる。グループメンバーのそれぞれが、私はぜひこれをやりたい、これをやる義務が私にはあるといったふうに、みんながそれぞれ自分自身の義務感を高めてやる。4、自分に報酬を与える、自分へのご褒美とかいうことがよく言われますけれども、何かの報酬を与えることでやる気を増進させる。頑張ってやれば一つの自分が温泉に行って、体を休めるといったことを報酬として与える。5、活動を行動化する、構造化する、ちょっと難しそうな言葉ですけども、難しくないです。役割分担や計画を立てるといった学習活動の構造化によって、見えるかと言ってもいいでしょう、によって、やる気を増進させる。はい、5つの方法がある。そうして自己調整、動機づけをこのより高める。一つのまた言葉を申し上げますと、エンゲージメント、感情的なエンゲージメント、
エンゲージメントというのは、そのエンゲージリングといって、指輪、婚約指輪のこのエンゲージ、婚約という意味もあるんですけれども、ボットという意味でここでは使っています。まあ、婚約が相手に対するボットでもあるわけでしょうけど、この創造的なまな出会いにおいて、エンゲージメントがすごく重要であります。積極的に交流して、課題価値を持ち高め、自己効力感を高め、内発的価値を持ち、興味楽しさを持ち、これは同じ意味であるんですけれども、課題に没頭し、まさにエンゲージメント、情熱を傾けて取り組む、これをエンゲージメントと。メンバーが、この場合この人だけがというふうに、この図では見えますけれども、これはみんなそれぞれが、エンゲージメント没頭して、課題に取り組むということを表したい図であります。ということで、今回はこれで、終わります。次回はこの7-2グループ学習の5を行います。ご期待ください。